初めての東京。万太郎を待っているのは運命の人との出会い。爛漫。万太郎はいよいよ東京へと旅立っていきました。目的は内国勧業博覧会に峰屋のお酒を出品するためのようですが、万太郎の本当の本当の本当の目的は、幼い頃から憧れていた植物学の先生に会うこと。博覧会は二の次三の次ですね。しかし、さすがの万太郎でも、大人になった今は、自分が食べさせてもらって、自由に植物の学問ができるのは、峰屋のために頑張っている人たちがいて、そのお酒が売れているからというのは十分わかっている。博覧会に行っても、やることはきっちりとやるとは思いますが、天真爛漫な万太郎ですから、どうなるのか。そして竹雄の恋、綾に対する思いは募るばかりのようです。現れたライバルは幸吉。幸吉はとてもいい青年なんですよね。少しは嫌な男ならよかったのですが、竹雄にとって最大級の強敵になっています。第13話のお話は、万太郎と竹雄は蒸気船や機関車を乗り継いでやっと東京に着いた。たどり着いた上野の博覧会の会場は、万太郎や竹雄がこれまで見たこともないきらびやかな風景が広がっていた。万太郎は峰屋の当主として酒の品評会に参加し、峰乃月の紹介のため下戸ではあるが、お酒を飲んだため酔ってしまう。会場の外に飛び出した万太郎はある女性と出会う。それは後に妻になってくれる西村寿恵子だった。第13話はこのようなお話になるようです。万太郎は初めての東京で様々な出会いをするようですが、彼のこれからも長く続く人生の伴侶との出会い、そして憧れの学者との出会い、彼の向かう道は決まっている。植物をずっと見ていたい、知りたい、一生だけど、その道にはたくさんの人との出会いと別れがあるはず。その中でもとても大切な出会いが初めて行く東京であるようですね。ちなみに将来伴侶となる西村寿恵子はお菓子屋白梅堂の娘、母は西村松で牧瀬里穂さんが演じ、松の妹笠崎美恵を宮沢恵真さんが演じます。万太郎はどんな出会いをしてどんな風に結婚に至るのか、今から楽しみです。第12話、ありゃアホだな。小学校の教員よりも心の友に会うことしか考えていない万太郎。坂は一の秀才と評判の彼に、教師の仕事の依頼に来た校長先生は、そんな彼に呆れ顔です。峰屋の店の者たちは、当主が仕事もせずにふらふらしていると世間に思われると格好がつきません。皆は万太郎が仕事を断ると考えなかったようで焦っていました。佐川の町の人は勉強ばかりしている万太郎のことを、当主に向いていない後継ぎと噂しています。しかし、今も彼は植物のことに夢中でした。万太郎は人よりも植物に興味を持っているので、周囲のことが気にならないのでしょう。少し自分勝手に思いますが、そんな彼はとても幸せに見える。
周囲の人は時々彼の行動に振り回されますが、幸せそうな彼を微笑ましく見ている部分もありますね。アヤも子供の頃から酒造りへの興味は持ち続けていました。町では彼女の美しさは評判で、見合いの話が多数来ています。しかし彼女は、嫁に行くより峰屋で酒造りに関わっていたい。彼女は見合いの席で相手に失礼なことを言ってしまい、滝さんは怒っていました。見合いどころじゃない。内国勧業博覧会に峰屋の酒、峰の月が出品されることになり、一番を取れるか心配している綾。彼女は酒が入って本音が出てしまったのでしょうね。今回のお見合い相手は立派な家柄の優しい人のようですが、彼女の気持ちもわかる気がします。家業が好きで峰屋にいたくても、女の綾は嫁に出されてしまう。彼女が嫁に行くことで周囲は安心できるけれど、それでは自分の人生を生きている気がしないでしょう。自分のことばっかり、醜いよ。綾は素直に嫁ぐ気持ちになれない自分が嫌になり、竹雄につぶやきました。彼女を慕う竹雄は複雑な思いを感じているようです。綾の見合いが破談になり、彼は奉公人であるにもかかわらず、ほっとしたのではないでしょうか。彼はそんな自分の気持ちに戸惑うのかもしれません。そして綾は幸吉に酒造りのことを教わります。これが麹？甘い栗みたい。幸吉の仕込んだ出来たての麹の味がどんなものか知りたくなります。麹だけ食べても甘いなら、美味しい酒ができると思います。蒸した米に麹菌をまぶすと、菌の力で甘みが出るようです。菌という生き物を育てることで、美味しい酒ができるのは不思議です。日本酒や味噌などの発酵の力を利用するものは、作るのにとても手間がかかりそう。味の濃い麹を作って醸したら、もっと濃い辛口になりますき。麹菌と蒸した米の混ざり方で麹の味が決まる。幸吉は蔵人としての腕を買われ、麹屋として働いているのでしょう。濃ゆうてキリッとして、一口目から忘れられん味の酒。峰の月は、住んでいて飲みやすい味の酒ですが、綾は新しい酒も作ってみたい。新しい分野に挑戦したいという若者の思いは昔から変わらないようです。そんな彼女の思いを受け、協力を申し出てくれる幸吉。くしゃみをする幸吉に彼女が襟巻きを貸してあげるのを竹雄がそっと見ていました。しかし、万太郎に恋愛相談はできそうになかった。竹雄は綾への恋の悩みを彼に聞いてほしかったが、植物以外には興味がない万太郎です。竹雄は人に興味がない彼を不思議に思うのでしょう。万太郎が心の友と信じるのは、蘭光先生や東京の学者二人だけ。恋に悩むこともなく、好きな植物を追いかける彼は、竹雄にすれば幸せなのかもしれません。女子にも関心がなさそうな万太郎。女子が着飾るのは虫を呼ぶ花と同じ。何でも植物に結びつけて考える彼は、恋の話が通じる相手ではありません。綾の見合い話や幸吉のことなどで
竹雄の心は揺れている。誰にも相談できない彼はかわいそうですね。やがて季節は春になり、秋から仕込んだ峰の月の新酒ができました。内国勧業博覧会に出品する新酒の味を確かめる滝さん。万太郎は相変わらず親方に任せる姿勢で味見はしません。綾は勇気を出して幸吉と作った新しい辛口の酒を出します。女の彼女が新しい酒を作っていたことに皆が驚いていました。彼女の新しい提案は常識外れと皆に思われます。滝さんは勝手なことをした綾に怒り、結局幸吉と作った酒は味見してもらえませんでした。幸吉を巻き込んだことを申し訳なく思う綾。面白かったですき。彼は新しい酒を作ることは楽しいと話します。そして彼は、綾のかんざしをずっと持っていたのですね。彼女の酒作りへの情熱を一番理解しているのは、幸吉かもしれません。二人の仲は深まりそうで、竹雄は油断ができないです。夜中に水浴びするほどに彼の心は乱れています。しかし、万太郎まで水をかけられるところは少し面白かった。そんな万太郎と竹雄が東京に旅立つ日が来ました。皆が見送る中、駆け出す万太郎の頭の中は心の友に会える期待で膨らんでいます。おそらく内国勧業博覧会のことはついでのようなもの。そんな万太郎を東京で待っているのはどんな出会いや出来事なのか楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。